はい、どうも、I イラブユーチューブ、エミアンです、えー。たわいもない動画、郵便局で再配達の荷物を受け取るっつね。家にいねえから取りに来ましたよ。えー、質問やコメントに答えていきましょう。タイ行ったら彼女できますか俺、この質問が一番好き。ね、えー。タイ行ったら彼女できますかっていうね。 質問になんか、人生の全部が詰まってるような気持ちになるのは、まず、俺だけ。ねえ、できますできます。 とにかく彼女を作りたいとかもうほんと一番大切な悩みじゃんうんこじゃんねほんと一番大切でねあのね日本でもどこでもいいんだけどとにかく住んでるエリアを変えなさいって、ね、そこで振られきったなら、ね、そもそもそのエリアでもやりきってないのに何言ってるんですかバーカっていうね,ねだひとまずねえたがりってわけじゃないから。 その地域に生えてる芽を全部摘んでから行ってくれよってで。摘んで、あれもうここ、だ遊牧民だよね。ねえ、ジプシーだし、ねえ、あれ、もうここでね、牧草ないや、って牛が食べる草ないや、って言ったら移動するでしょ。人間も同じなのよ、ねえ。でもそのエリアでも全く告ってねえし、全く何もやってねえじゃん。ねえ、だその、それで、タイ行ったらモテますかって、モテないっつうか、 ねその地域でも何もやってない。とにかく、傷つきたくないだけだろって。愛とは傷つくと書いて、書かねえけど。ね傷つくことを恐れて、ね相手を幸せにするなんてできませんよブリブリってね。<laughs> うん、でもそれい、今言ってること正しくね。うん、正しいね。今まで一番正しい気がする。だから、 傷つかないで恋愛しようって、ね、誰かを幸せにしようって無理なのよ。自分とは違う感性の価値観のね、コンセプトの人間にね幸福を提供したときに自分、俺はそうは思わないけどな、矢沢はそう考えねえよってなりますよ。はい、全然動画に興味ない。もう目をつぶって当てこした。はいはい、洗濯したいね、薬局行ったとかいろいろやったでしょ。洗濯。 けなげだね。けなげ。ねおばあさんをね、えー、毎日ちょっと会話してね。もう自分で決めるの。2時間会話しようって。1日2時間。2時間って長くね。ね、うん、この動画、YouTube でもさ、何分、10分ぐらいでしょ。2時間ね、おじいさん、おばあさんと話すって結構長いよ。うん、はいはいはい。昨日、再配達でもらってきた荷物何開けたらこれ。 なんだよ、これ。全然思い出せなくてね。ね、開けてば、ああこれか買ったな、俺、酔っ払って,って、ね。でも、あれ、何ヶ月前だよ。今頃来んのかなこれ何かっつうと、宇宙服。違う。あの、蜂に刺されないスズメバチには刺されない,い,いための服これ、買ったな、俺。夢かと思ってたわ。夜中、いろんな人に LINE したり、ね、電話したりするんだけど、 覚えてねえしアマゾンでいろいろ注文するんだけど「うわーこれやっぱ買ってたんだ俺」「夢の中で端に刺されてね」ね「丹田っていうさへその下にそういう場所があるんだよ気がたまるみたいな丹田丹田に力入れてください」って言よく言われたよ子供の時に、ねまあ、よく分かんないあの瞑想修行でね タンで、そこを蜂に刺されちゃうっていう、どうでも、マジどうでもいい夢見て、それでおぼろげで買ったんだわ。今届くの、もう蜂いねえよ、つって、お前プロだろ、つって。はい、ああ、来た来た、業者さん、ヘルパー、ヘルパーマミ。マミって呼んでっか、みんなと。ヘルパーマミに、これどうですかっつって、この家族終わってる、つって、逃げてくって、ね。 蜂の巣スーツ着てんだろうねこのこの頃にはもうますよ、ね、俺マジあんた変わってんねって介護に来るヘルパーじゃなくてヘルパーマミじゃなくてあ、ね、看護師看護婦に「ええ、あの息子さんすごい変わってますよね」っつってあ「気づいた」変わってんじゃなくて,てねお前らがおとなしいだけなんじゃねえかって。 ね、もっと時間、時間の価値分かってんの、ね、移動できるんだよ。何か言えるんだよっ。ね、今週一週間で誰かにね、好きとか愛してるとか、なんかね、ねやってみたい。やってないでしょ。やってないでしょ。後で絶対後悔するよ。ね、絶対後悔する。うん、俺、本当分かんない。はい、着てみたよって。宇宙服。これじゃあ刺されちゃう。 すずめ町を分かってない、ねえ、ぼったくり業者が作った蜂の巣スーツだなっていう印象。これさ、YouTube やってっからいいけど、YouTube やってなかったら一人でこれどうすんのよっつって。だからほん YouTube に感謝してる。多分100人いたら一人ぐらい、ね、この蜂の巣スーツ着てる俺に対して、こいつ変わってんなバカだなとかって、ねえ、面白えな。なんか思ってくれる可能性があるじゃん。だからいいけど、 これ、何も発信できなかったら、辛いよ。わ、うん、巣に、巣に戻るよ。ね、死ぬよ。グレートリセットだよね、うん。はい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 。で、次何すんだっけあ、これ見て。これ、けなげ。ネズミ捕り全然取れねえの。で、ネズミが好きそうなものを人間が考えて置いてんの。チーズも置いた。油揚げも置いた。ねえ、トマトも置いた。でも食わねえ で、見て、端っこの方に黒い、あれ何言ってたネズミの糞なのよ。ネズミ来てんのよ。でもギリチョンで止まってんのよ。あの、ベタベタするシートに、上もに、上にも仕掛けたのに、取れない。これ夏からやってんの。ねなんでスマホとかがこんな急成長してね、コンピューターも薄く小さくノート型って。 でもネズミ一匹取れねえ。おい、ベタベタしてるね、シート。まあ、ちょっとは改良したり、ね真ん中にあるね、餌をもっと美味しくするとか、捕まんねえじゃねえかって。でもネズミがいるの。ね。ありがとうございました。でも、はい、ほっとする。あ、よかった。今日もかかってないっつって。ね俺はネズミを殺さなくてよかった。殺したくないの。殺したくないの。何がしたいかわかんないの。ちょっと買ってみただけなの。 でも、いざかかったら、ああ、ネズミ捕まっちゃった、つって。トムとジェリー終わっちゃった、ね。はい、えー、外に届いた、これ何ですか、つって。大量なリンゴ。長野から。もう、家族みんないねえから。そんな昔みたいにガヤガヤしてねえから。ね、そんな大量なリンゴ届けてくれなくていいんだけど、ガヤガヤしてる風の俺の電話、ありがとうございます、ね。 確かにうまい。長野のリンゴうまいし、まあリンゴはどこでもうまいんだけど、でも、タイのリンゴと日本のリンゴを比べちゃうと、やっぱ日本のリンゴうまいわな。でも、糖度が上がってる。体には良くないよ。ねグアバっていう食い物が、ねグアバの実、グアバ。ね日本にはグアバって、まあそうそう食わないけど、全然うまくないやつから、甘くないわけよ。うん、味気ないわけ。でも、あれぐらいの果物が多分体にいいんだろうね。日本の果物、トマトとか野菜も、 糖度上げすぎ。じゃあ砂糖食えよっていう感じになっちゃうじゃん。はい。えー、どっか長野をね、なんとかさん、篠崎さんに電話して、んリンゴ届きましたよっ、つって。えーね、リンゴは届いてんだけど。お礼の電話。で、母親。全然ね、もう、嫁、とっくに過ぎてる。全然死なない。そうそうむしろ元気になってる。しして楽しくなってる。人間って言葉で変わるよね。だ、美しい言葉。 ね、人を励ましうる言葉を吐く人の近くにいてください。ね、うそうするとうさんくさいとか、ね、なんか宗教地んかいろいろ言われるの。なんかキモいよねとかって言われる。でもいいの。そういうやつを相手にしない。本、ね、当相手にしちゃいけないすれた人間いるよたくさん,うん。とにかく綺麗な言葉、ね。人も励ますようなことを言ってみてそれであいつおかしいんじゃねえって言われる。 そういうやつは釣ればね、バーカってね。大体いい病気になるしね、そういう人はね。勝手に死んでいく死ねえよっていうね、えー。関係ないから。こっちはどん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 若返っていく。健康になっていく。新しいアイデア。もうお酢もごくごく飲んで。そんなやついなくない週に3本もう酢飲むやつ。この町にいますかおらぬかいねえだろって。ね1人の時は納豆しか食わない。いねえだろって、ね。野菜と、ねオーガニック野菜、直売所と。でも友達と行く時は何でも食うよ。 ね、人といる時は好き放題やけど一人の時には鶏肉と納豆とお酢とあとその土地の季節の野菜を食うっていうねそうじゃなかったらもう体が持たないっつうかむしろすげえ俺は健康だけどねめっちゃくちゃ健康はい肉まんこんなの絶対食わね一人だったらこれは母親にね食べてもらってもうね母さんはいいよ ね死んでいくんだから好きなもんね何でも言ってくれりゃ、ね、好き放題何でも買ってくるよとそれがいくらだろうと、ね、えマジでいくらでもいい人間が死んでいくんだろうっつっていくらでも金使ってはいこうよとは思う、ね、でもつまんねえ医療とか介護とかそんなもんに金使っても何の楽しみもないんだからあ終わっちゃうんじゃないあ終わっちゃうで、ね、待機中待ち組いいよ はい、アイラブユーチューブ、ヨミヤンです。またね。